こんにちは、岡崎です。OK 先生です。今回は国語教科書、客観的と抽象的のあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。今回の話は、もしみんなが客観的で抽象的な考え方ができるようになれば、この社会で得をする、有利に生きていくことができる、そういったお話です。とはいえね、客観的とか抽象的、こういった言葉なんか難しそうだよね。でもそこは大丈夫です。OK先生がわかりやすく具体的に例を挙げて解説していきたいと思いますので、最後まで聞いていってください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まず最初にね、客観的とか抽象的、こういった言葉を説明する前に、その反対の言葉、対照的な言葉の例として挙げられている主観的、具体的っていう言葉について解説していきたいと思います。この主観的っていうのは自分中心で考えること、自分の立場でいろんな物事を理解していくこと、判断していくこと、これが主観的ね。この主観的な考え方、見方っていうのの例を出してみると、例えばね、僕 A 君嫌いだよって、これは僕の主観だよね。主観的な見方です。でね、一方で具体的っていうのは物事がはっきりと内容がある様子、つまりね、目で見える物事っていうのを重視して、この世の中で起きるいろんな細かい出来事の見かけの部分を語っていくことなんだね。だからね、さっきの僕は A 君が嫌いだ、その理由を具体的に言ってみるとこうなる。だってさ、 A のやつ、ホームルームの時間、クラスで何するか決めるときに、いきなりみんなと違うこと言い出すんだよねって。一人だけね、みんなの意見に反対して、そのせいでね、ホームルームの時間長引いたんだよねって。だからね、 A のやつ毎回そんなんだから、僕 A のことを嫌いなんだよねって。こういう風なのがね、具体的な例、目に見える実際に起こったこと、細かいことっていうのを重視してるよね。でもね、こういう風に主観的に、そして具体的に物事を見ていってしまうと、感情的になってしまうんだね。だからね、さっきの例で言うと、多分ね、僕は A のことをこういう風に感じてるわけだよね。 A ってめんどくさいやつだなーって、みんなの和を乱してる悪いやつだなーって、こういう風に感じてしまうわけだ。でもね、それっていうのは狭いものの見方なんですよって。でね、そういう風な見方をしてると損しちゃうんですよって。この社会で生きていく上で、あなたの立場が不利になっていくんですよって、こういうふうに作者は言ってるわけなんです。でもね、その一方で、この世の中の大半の人は主観的に具体的にしか物事を見ていないって。なんでかっていうとね、みんなの生活のほとんどは、このね、主観と具体性だけで成り立っているからなんだね。だからね、その考え方だけで生きていくこと、これだってできないことではないの。例えばね、無人島で一人で生きていくとき、こんな時にね、客観的なこと、抽象的なことなんて考える必要がないんだよね。自分のやりたいことをやってればいい。自分の思いっていうのをぶちまけて、主観的に、具体的に考えて生きていくこと、こんなことは十分できる。他にもね、もし自分以外の人がいたとしても、みんなの気持ちが通じ合っていたら、例えばね、A 君みたいな人がいなくって、全部僕と同じ考え方の人ばっかりだったりとか、他の人よりもね、優れた考え方なんて出す必要がない。その社会にはね、競争がないとか、もしあったとしても自分はそれには興味ない。この世の中で成功すること、出世することなんて全く必要がない。そういうふうに思うんだったらね、人より優れた考え方をする必要なんてないよね。客観的で抽象的な考え方なんてせずに、主観的で具体的な考え方のみで生きていけばいい。まあ実際ね、野生動物なんかはみんなこうやって生きていってる。でもねって、人間は違うでしょって、人間社会は違うでしょって、世の中にはいろんな人がいるよね。 A 君みたいな考え方の人もいれば、 A 君の考え方に反対する人もいる。他のまた別の考え方をする人だっている。そういう社会で生きていくときには、この客観的で抽象的な考え方っていうのは必要になってくるんですよって。実際ね、この客観的で抽象的な考え方っていうのは、
主観的で具体的な考え方よりも優れた面があるから、そしてそれは一部の少数の人しかできない考え方だから、この現代の競争がある社会で自由を獲得しようと思えば、この考え方、客観的で抽象的な考え方ができるようになっておいた方がいいんですよって。そうすればね、後々自分が得する、有利にこの社会で生きていくことができるようになる、そういった面があるわけなんだね。では実際にこの客観的で抽象的な考え方っていうのはどういうものなのか、それを見ていってみましょう。まず最初に客観的っていう意味なんだけど、これはさっきの主観的とは違って、自分の立場にとらわれないっていうこと。自分を中心にして物事を見ていくわけではなくて、もっと高い視点で誰もが納得できる立場から物事を捉えていくこと。だからね、さっきの主観、僕は A 君が嫌いだ、これを客観的に言うとどうなるか、こういうふうに言い換えることができるんじゃないの。僕を含めて A 君のことを嫌っている人がいる。そうだよね、僕 A 君のこと嫌いだよって、みんなあいつのこと嫌ってるよ、こういうふうに言うけどね、実際はそうじゃないでしょう。世の中にはいろんな人がいるわけなんだから、全員が A 君のことが嫌いっていうわけじゃないよね。客観的に物事を見たときに A 君のことを嫌う人がいる、一部の人がいる、そしてそのグループの中に僕も含まれる、こういうふうに言うことができるわけだ。でね、なんで一部の人にせよ A 君のことを嫌う人がいるのかっていうことを、その理由を考えていくときに A 君の特徴を抽象的に捉えていくことができる。この抽象的っていうのは先ほどの具体的とは違って、見かけのものとかね、細かいものとかにはこだわらない。そうでなくてね、物事の本質、大事な部分っていうのをそこから抜き出すこと、つまりある物事の中から共通する性質っていうのを捉えて、それを一般化さす。一般化っていうのは全体に通用さすこと、他のいろんなところでも使えるようにすることなんだね。つまりさっきの A 君がした具体的な行動っていうのを抽象的に捉えるとこういう風になる。まずね、 A 君自分の意見持ってるよね。自分で物事を考えてるっていうことがわかる。そうだよね、だってクラスである物事を決めるときに一人だけ反対したんでしょ。他の人が言わないような意見言ったんでしょ。じゃあそれって自分の意見持ってるってことだよね。自分の頭を使ってそれを考えた、こういうことが言えるよね。でね、他にも A 君は周りに流されないやつだ、こういうふうに言うことができるよね。そうでしょ、だってもし自分の意見持ってたとしても周りの意見に合わせないとダメだな、こういうふうに思ったらね、自分の意見を発表したりなんかしないもんね。だからね、 A 君は周りに流されずにちゃんと自分の意見を言うことができる、確固とした自己を持っている、こういうふうに言うことができるんだよね。でね、さっき A 君のせいでホームルームが長引いた、こういうふうに言ってたけどね、ここの部分を抽象的に捉えるなら、 A 君は納得がいくまでとことんやるタイプだ、こういうふうに言うことができるよね。で、さっきの客観的な状態に戻って、僕を含めそんな A 君を嫌う人がいる、こういうことになってくるわけなんだよね。そうするとね、さっきとは違った見方ができるようになるんじゃないの。主観的に具体的に見たときはね、感情的に物事を判断していたけど、客観的に抽象的に物事を捉えたら理性的に行動することができるようになるよね。もしかしてね、悪いのは A 君じゃないかもしれない。自分にも何か足りてない部分があるのかもしれない。そういったね、視点を持つことができるようになって、今回のね、 A 君に対する気持ち、問題をね、自分で乗り越えていくことができるんだね。でね、こういうのが社会では大切になってくるの。仕事においてもね、人生においても、自分の感情的な問題っていうのを一つ乗り越えることができるんだね。これがね、大切になってくる。その人の成功と失敗を分けることにつながってくるんだね。でね、この客観的に物事を見るっていうことと抽象的に物事を見るっていうことはつながっているんだね。つまりね、抽象的なものの見方がしたかったら、その前に客観的な視点っていうのが必要になってくるんだね。自分はね、主観的に物事を見たいんだ、そして抽象的に物事を考えたいんだ、こういうことはちょっと無理なんだね。主観的に物事を見るっていうのは自分の立場で自分中心にして物事を見ていくわけでしょ。そうじゃなくて、まずは自分を離れないとダメなんだね。
そして誰もが納得する高い視点から、クリーンな、自分が入ってない綺麗な視点から物事を客観的に見ていくこと。そうやってようやく抽象的なものの見方っていうのができるようになってくるわけだ。それはね、なんでかっていうと、抽象的に物事を見るっていうことは、細かい部分にとらわれていたら大切な部分が見えなくなってしまう。例えばね、自分の立場であったり、人の目、世間体であったり、自分が過去から引きずっている感情的な印象とか、そういったものはね、すべて細かくて具体的なものなんだね。で、こっちは主観的なものの見方とつながってるでしょ？そうだよね。自分の立場とか、人の目、世間体を気にするのも自分だし、過去から引きずっている感情的な印象なんかも自分が持っているものだよね。主観的に物事を見ていると、こういう具体的なものが邪魔してくるから、物事の本質が見えなくなってしまうんだね。抽象的に物事を捉えることができなくなってしまう。だからね、みんなはそこから離れないとダメなの。主観的な見方から離れて、客観的な見方ができるようにならなければならないんだね。つまりね、客観的な考え方と抽象的な考え方っていうのはかなり似ているの。その思考する姿勢、目指す方向っていうのがほとんど同じって言ってもいいくらいなんだね。だからね、みんなはこういうふうに考えたらいいよ。客観的であれば、自然に抽象的になるし、抽象的なものを求めれば、どうしても客観的に物事を見ていかなければならなくなってしまう。だからね、みんな、まず客観的でも抽象的でもどちらからでもいいんだけど、主観的、具体的なものを離れて物事を考えていってみてください。どうですか？今回の授業わかりましたか？もう一回この話を読んで、客観的と抽象的について考えてみてください。それでは今回の授業これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。